は。俺たち人類を救うために、マナは赤い月の解放者として自らの意志で弥勒のもとに向かっていった。おそらく弥勒はマナを完全なモンスターにして赤い月を発動させようとしている。そうなる前に彼女を救い出すことができるのだろうか。マナがあそこに。急ごう。待て。この前弥勒と戦って分かっただろう。もう 4DAR はないんだ。死ぬこともありえるんだぞ。考え直してくれとは言わない。今まで以上に危険な目に遭う、その覚悟はあるのか。決意は変わらないようだな。必ずマナを救い出すんだ。はい。オラ様に任せるである。オラ様に任せれば一発でやる。オラ、君は留守番だ。ゲゲ、ひどいである。脇役に降格であるか。嘘だろ。何あれ、どうなってんの。あの屋上。気がついたか、マナアニマ。弥勒さん、ここはどこ。私たちは今、再生の塔の中枢にある祭壇にいる。聖域と呼んでもいい場所だ。再生の塔。宇宙救済の鍵、創世の神がこの星に残した遺産だ。赤い月を発動させるためのシステムといったところか。ここで私はモンスターになってしまうの。正確にはなるのではない。本来のお前として目覚めると言った方がいいだろう。本来の私。そうだ、本来のお前だ。そして誰もが自分に課された使命からは逃れられない。また逃れてはならない。命とは本来この宇宙の因果の流れの中でそれぞれが与えられた役割を果たすために使わなければならない、そういったものなのだ。マナアニマ、マナとはこの宇宙に偏在する超自然的な力を指し、アニマとは魂を意味する。それが赤い月の解放者として与えられたお前の名だ。これからお前は再生の塔の動力となり、この宇宙を救済すべく赤い月の真の力を発動させなくてはならない。それは人間とモンスターの間に生まれたお前にしかできないことなのだ。待ってろ、マナ。戦車中隊、前へ。第三戦車中隊、新射撃位置移動。直ちに射撃を開始する。攻撃開始。邪魔する者は排除させてもらう。我が名のもとにおいて命ずる。有名なるムクロの帝国より限界し、再生の塔に近づく者を殲滅せよ。民間人を発見、直ちに救出する。君、急いでこっちへ来たまえ。生きとし生ける者を死の世界へ帰する、それが奴がれの使命。モンスターだ、直ちに攻撃。悲鳴のなんと甘美なることか。絶対、絶対。
やはり簡単にはたどり着けないか。行くぞ。かわした。生を渇望する老烈な愚物よ、黄泉の世界へ帰せよ。怖い、私が私でなくなってしまう。深い海に沈んでいくみたい。でもこれでみんなが救われるなら。行き先は汚れた死者の国だ。生きとし生ける者どもよ、その命やつがれがもらい受ける。もうすぐだ。お前のその苦しみも悲しみも、もうすぐ終わる。お前の力が目覚めた時、赤い月が人間の世界とモンスターの世界との衝突を回避するため、この世界の全てを飲み込んでしまうのだから。だが安心するがいい。人類は滅びはしない。この世界が消滅しても、どこか他の宇宙にたどり着いた時、人類は再びそこを揺りかごとして新たなる世界を育む。お前はその時の種となるのだ。どういうこと？わからないか。お前以外の人類は人間の世界が存在するこの宇宙と共に消滅する。だがお前を種として人類は続いていくのだ。何なの？悲しむことはない。この存在は一枚の葉のようなものだ。どれだけ散ったとしても、樹木そのものが枯れていなければまた葉を茂らすことができる。それにこの宇宙において不変なる実体など存在しないのだから。月食がもたらす闇のもと、俺たちに与えられた時間はあとわずかだった。信じ